上皇ご夫妻が長野県の軽井沢駅に到着し、軽井沢での西洋に入られました。上皇ご夫妻は午後1時ごろ、長野県の軽井沢駅に到着し、地元の人らの歓迎に手を振って答えられました。今日は学童疎開戦、津島丸がアメリカの潜水艦に撃沈されて80年にあたるため、上皇ご夫妻は宿泊先で静かに過ごされる予定です。 明日は悪天候でなければ、中国の旧満州から引き上げてきた人たちが戦後に入職した大日向開拓地などを訪問される予定です。その後は思い出の場所を散策するなどして、29日まで軽井沢に滞在される予定です。